待って待って待って、ポップコーンの方が気になるわ。てか次は何をするんでしたっけ。てかここどこだよ。え、ちょ待って、出して出して。よし。特に何かをするとかいうことは出ていない。あ、そっか。ってことは新しいやつをクリアしていかんといかんのかな。残りのクエスト、これだ。これじゃない、こっちや。出現ミステリーサークル。セントピーナッツバーグ郊外ののどかなダミアン農場に巨大なミステリーサークルが出現した。 UFO が飛び立った痕跡かも。ミステリーの噂を聞いてみよう。これあれじゃない、ダミアン農場行けんかったとこやん。ナビを開始しました。目的地を目指そう。これで行けるようになったってことか。なんか知らん土地の名前があったけんさ、行けるかなと思って行こうと思ったら全然っていうね。あっこに運河橋、あれは運河橋使えるんか。運河橋のマークになっとるもんね、ちゃんと。おーし、じゃあそのダミアン農場とやらに、どっから行くの。お、なんか今この辺、あれどこだ、なんかめっちゃ反応してたんだけど。こっちの方、こっち、あれ消える、こっちの方かな。あ、この辺だ。この辺になんかあるだろう。お、来たぞ来たぞ。気まぐれゲート。気まぐれゲートを見つけた。そうそう、ケイタの方で必要ないよ。よっしゃ、行こう。気まぐれゲートの中に入ります。よし。さあ、どこだ？天ぷら点々。戦の間、バトルで2回勝て。おーし、頑張ろう。さあ、来いよ。何今の？なんか手みたいなやつが。手のひら返し。おお、何？リバーシブル。リバーシブル妖怪や、すげえ。よし、あと1匹。え、カウンター内？何こいつ？プルファントかな？プルファントだな。手のひら返し、またこっちにも。おーし、行くぞ。めっちゃドアップになってきた。あ、待って。一個繋がってなかったわ。戦の間クリアー。ってことは、これで、ゲートボールが。ゲートボールは毎回3個ずつかな。おーし、ゲット。2個やし。ゲートボールを2個手に入れた。減ったよー。気まぐれゲートから出ますか。ほい、出る。どこに出るんやろ。遠ざかるかな、目的地から。どこだ、一体どこから出てくるんだ。てんてんてん。おいし、行こう。あ、そんな、まあそんなでもないかな。うん、さっきあの小学校やったもんね。まあ大丈夫やろ。じゃあとりあえずここをこうして、ん？なんかあっこに妖怪おる。あっこに妖怪、え？妖怪がおるし、ん？あ、竜巻が動きよるわ。ほら、あのアパートのとこどこだ。あ、運河橋や、運河橋。なるほどね。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運河橋が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運河橋を使ってワープ、いや、いいよ。あれ、全然ダミアン農場じゃなくね。あとさ、向こうの方にもなんかちょっとあの妖怪のマークがあったんやけど、あれも運河橋かな。ちょっと気になるけん行ってみよう。運河橋やとしたら起こしといた方がいいし。ほら、あっこの中多分運河橋やね。動かんし。ほらほら、おったおった。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運河橋が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運河橋を使ってワープはいいよ。すぐそこやもん。
ね、目的地ダミアン農場じゃなかったっけ。なんか普通にスーパーのマスコットのとこなんだけど、なぜ。まあ、とりあえず、え、これこれ、あ、マックじゃん。それにケイタだっけ。僕はローガン、よろしく。よろしくね。そうだ、マックたちはもう知ってる。え、てか、よろしくねって今自己紹介したのになぜこっちの名前知ってたの。知ってるって何を。あのね、ダミアン農場にミステリーサークルが現れたらしいよ。あ、そうだ、ここでやっとクエストになるんや。何？マジか。ミステリーサークルって？農場なる植物が根元から倒れて不思議な形を作る現象のことでウィス。エイリアンが UFO で作ったという噂もあるらしいでウィス。UFO？ じゃあもしかしてその農場に。待って待って待って、ポップコーンの方が気になるわ。ゴーゴー。ああ、消えた。ダミアン農場に行ってみようぜ。僕は昨日見てきたけど、すごかったよ。わー、楽しみだな。出現、ミステリーサークル発生。クエストメニューを確認しよう。ダミアン農場のミステリーサークルを見よう。多分あの人についていったら、ポップコーンを倒すはず。Oh no！ 落としちゃった。さあ私も、ご機嫌ポップコーンを手に入れた。やめろ、向こう行け。マイ、ポップコーン。はい、全部なくなった。オーマイガー。あんなの絶対無理だろ。めっちゃトボトボと話しかけれんのかな。ドヨーン。マイ、ポップコーン。しょうがないよ。そりゃそうなるさ。じゃ、とりあえず、なんだ、行こうか。あの人は何、しょっちゅうポップコーン食ってんの？しかもあの量を。学習しなよ、学習。この辺に何か反応が、ん、どこだ？こっちか。この中。あ、この辺やね。あ、これは、気まぐれゲート。順調に見つかるな。探そうと思わん時の方が見つかるんじゃない？ほら、気まぐれゲート。よし、行こう。気まぐれゲートに入ります。周りに普通に人おるけど。お、ステーキハウス、肉。戦の間、バトルで2回勝て。よし。さあ、早速。殻破り。バトルスタート。お、カリカリベーコンが2体も。よし、行くよ。んで、あと1匹。お、カリカリベーコンじゃないか。さっきと同じメンバーやね。ちょっと立ち位置が変わっただけで。戦の間クリアー。さあ、どうだ。なんかこの店いいね、おしゃれやね。ステーキハウスにしては。ゲートボールを2個手に入れた。よし。気まぐれゲートから出ます。どこに出る。え？え？何それ、そんなところからも出てくるのか。ここはイーストカシュ、あ、スーパーマーケット、また戻されたんか。せっかく進んで行きよったのに。まあいいけどさ。ん、なんか、矢印が一つだけになったけど。他の矢印は別のとこ行ったんかな。あ、それとも同じ方向？あ、あったあった、ダミアン農場。ここ、ここ。やっと行ける。おし。お、なんか妖怪のマークが二つも。なに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 、なんかふいーん。なんか鶏歩き回りよるけど、この辺ひよこ。あの辺全部ひよこじゃね？違う？ベロー。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。ね、うろつけるのひよこじゃないに違うんかな。雲外鏡を使ってワープしないよ、しないよ。んで。お？こいつら。またこんなところに。あれ？今度は農場に。
都会どころかのどかな農場に来ちまったずら。ここもいいところずらが、行きたかった場所と違うずら。兄ちゃん、いつになったら都会に行けるずら。都会とは真逆の方でミスよね。どうすれば目的地にたどり着けるんだろう。目的地ちゃんと伝えてる？でももう大丈夫ずら。俺たちには強い味方がいるずら。強い味方？そうずら、優しい妖怪がいたずら。この農場で出会ったずら。都会までの道案内をしてくれるらしいずら。おお、なるほど。どんな妖怪なんだろう。すぐそばにいるずらよ。ケイタくん、あたりをサーチしてみましょう。なんかめっちゃ追いかけ回しよるけど、あれこの辺。おこいつはマイッカーじゃね。妖怪を見つけた。どうもどうも、連れてってくれるの？どうも、あなたも行きたいところがあれば私が送っていきますよ。迷い車だったわ。この親切な方が道案内してくれるずら。マイカーはもっと可愛かったね。これでようやく都会に行くことができるずらね。よかったね。もう変な場所に行かないで済みますね。ずら、それじゃあヒッチハイクずら。ヒッチハイクせんでもそいつに乗ればいいんじゃないの？違うの？またどこかで会うずら。迷い車っていうぐらいやけん、一緒におったら迷うんじゃないん？違うん？そういうことじゃないんかな。ねえ、ウィスパー、そういえばさっきの妖怪ってなんだっけ？少々お待ちください。いました。あれは妖怪迷い車。超方向音痴で取り付いた人を迷子にしてしまう妖怪だそうで。で、ちょっと、それダメじゃん。待って、KK ブラザーズ。もう行っちゃったでウィス。ダメじゃねえか。でさっきから、かわいそうだからやめてあげろよ。話を聞いてくれないのか。ん、なんか、待てー、やめろって、クックドゥルー。逃がさないぞー。かわいそうに。なんてことを、んで、どこだ？あの動き回りよりやつは何これ。この辺でなんか。なんかこれすげえ動いてんだけど。あ、怪しすぎるやん。これは？不格好を見つけた。不格好。ねえ、動きすぎだよ。あー、見つかってしまいました。のんびりできそうだったのに、牛に追いかけられ、人間にも見つかり、なんか腹立ってきましたよ。ちょっと相手になってもらいます。いや、そんな怒られても。それは君の隠れ方が下手くそすぎるんだよ。てか隠れてねえし、あれ人間でも気づくわ。はあ、不格好な負け方しちゃった。せめて引き際スマートにしますよ。はい、これどうぞ。ブルーベリーベーグルを手に入れた。ありがとう。おしゃれだね。よし、チャリで。めっちゃのどかやね、この辺。ほんと全然都会真逆じゃね。なぜここに来たんだ。何これ、すげえわっさわさしとる。ここで、あ、これミステリーサークル、これやん。あ、なんかいっぱいある。おー、噂に聞いてきてみたけど、本当にミステリーサークルがあるとは。でもこれはさ、ヘリとかで上の方から見た方が綺麗よ。君たちも見に来たのかい？このミステリーサークルの中に立っても見えんと思うけどね。ん？これは何の形なんだ？僕にもわからないな。任せよ。ここは有能な妖精じゃねえ。妖怪羊である私にお任せあれ。空から見てきます。私も見たい、その様子。ん？ねえ、ウィスパー、どうだった？丸い形に何か模様があるのが分かったで、ウィス。それは見りゃ分かるだろ。その模様が何か知りたいんだってば。ギク。分からなかったんだね。
何の形なんだろう。でもまあ、お、出現ミステリーサークル。手がかり、丸いミステリーサークルを掴んだ。まあ、あれで見た限りでは、丸わかりだけど。あの形は一体なんだ？なんかあるよね、あっち。よいしょ。はい。あなたたちもミステリーサークル見に来たのですか？へい！おう、あんたも見に来たのか？イエス。でも何の形かさっぱりわかりません。随分と細長い形をしているみたいですけど。おうなぁ、やっぱりわかりません。何の形してるんだろうなぁ。またじゃねえか。空から見てきますってわからないって言うんでしょ。どうよ。もうジバニャンが完璧に埋もれてしまったんやけど。細長い形であることはわかりましたよ。ただそれが何かまでは。そっか、細長いミステリーサークルってなんか不思議だね。もはやサークルじゃないもんね。何か意味がある気もするけど、わかんねえなぁ。出現、ミステリーサークル。手がかり、長いミステリーサークルを掴んだ。ねえ、あれなんかあることない？あっこ。車？ただの車か。なんか。中継検知玉を手に入れた。んで、あっち側にも、あともう一個。どこだ？お、あったあった。あ、ちょっとごめんね、お兄さん。あれだ、あれだ。ん？なんかすぐ近くに妖怪が。びっくりした。すげえ、本当にあった。ミステリーサークルって言うんだろ？そうそう。お、きっと本物だね。すっげえ。でもこれ何のマークだろう。はい、そこですかさずウィスパー。空から見てきます。3つ揃ったらさすがにわかるんじゃない？そうでもない。降りてき方どうよ。ウィスパーどうだった？それが上から見ても何の形なのかさっぱりでした。そうなんだ。エイリアンってのは変なの作るんだな。出現、ミステリーサークル。手がかり、変なミステリーサークルを掴んだ。ミステリーサークルって一つじゃなかったんだな。でも、結局どれも何の形かわからなかったね。だな。空から見れば何の形かわかると思ったけどな。ウィス。おい、マック、ケータ。この声は、ローガン？あいつもう一回見に来たのかな。農場の南にもでっかいミステリーサークルがあるんだ。君たちも見においでよ。それはまだ見てないよね。行ってみるか。どこって？あっちの方向。あ、これ？うわ、まあすげえ。全体やん。ね、全体やん、球場。お、おったおった。来た来た。見てこれ、こんなでっかいのもあるんだ。ここ全部そうなのか。すげえな。これ、昨日来た時にはなかったんだ。今日増えたやつなんだよ。そうなの？うん、さっき町の人に聞いて慌てて見に来たんだ。じゃあ、このミステリーサークルって、いつできたんだ？ミステリーサークルは真夜中に作られるらしいよ。だから今日の夜に見張ってたら、UFO が見られるかもしれないね。マジか。あー、夜に来れるならな。うちママが厳しくってさ。と、新しいのを見れて満足したし、僕はそろそろ帰るよ。二人ともまたね。まあなんかいいとこの坊ちゃん的な感じやもんね。バイバーイ。なあ、ケータ。俺たちなら夜に来られるよな。もちろん。あ、確かに。ネコロンブスがいますもんね。なら決まりだ。真夜中にもう一回農場に来ようぜ。マックはなんで来れるんやろ？親は？ UFO を待ち伏せしてやるんだ。そうしよう。出現、ミステリーサークル。巨大ミステリーサークルを掴んだ。真夜中にダミアン農場に行ってみよう。じゃあそれまではあれか。暇を持て余すんだな。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。